Hey yo! キャンスマッシュです。今日もね、やっていくんですけども、皆さん、こちらのデッキ。はい、これですね。三重心難しいなって思ってる方多いと思うんですけど、もうこれ見たら簡単です。まず、エリポンを5個立てます。その後、適当に出してみてください。勝てます。本当に。ガチで。見せるわ。ということで、行きましょう。前シーズンね、結構三重心触って、このデッキのね、こう、メカニズムを理解したので、ちょっとね、使っていこうかなと思います。個人的にやっぱエゲジャイミラー、枯渇ミラー、三重心ミラーが、まあ、強いよね。今の環境に不満持つのもわかるわって感じなんだけど。てかマジで、世間がやばい、今、ね。まあ、こんな日こそ、しっかりいつも通りね、動画あげようかなと思っていて。まあ、ちょっとね、こう、暗くなる気持ちわかるんですけども、いつも通り動画楽しんでくれればなと思います。さあここはゴルナイ走らせて飛ぶんだよね。これ嬉しいよな。ハッピーになる。エリポン置きたいんだけど置かせてくれないんで、はい、ザップってことはこれ三重視です。相手三重視ってことはどういうことかっていうと勝ちってことです。うわー、どうしようかなこれ。ザップでもよかったんだけど、ザップは結構初見殺しに使いたくて、で、これ、ここね、これでミラーエリポン立つのが熱いんですよ。三重しかダメだし、ザップザップでいいと思う。これ。おっとっつって、ちょっと、ミスったふりしとくでしょ？見ててね、これ。これマジで強いから覚えていて、これこっからこれしながらエリポン立ててるだけで勝てます。これでエリクサー飛んでくるでしょ相手の。そしたらエリポン立てます。であいつ三重心じゃねえわ、なんかジャイサスしかねえなっつって突っ込んできたら今度エリババで分からせてください。暇なんで三重視出しとくか。はいはいはい、打たせてこれでポンポンきます。そうすると、基本的には突撃してくるはずなんだよね。こんな感じで。そしたら、あとは、こっちに出して、で、これで、一本、あー、そいつ、解けないか。そうなんだ。なるほどね。ま、でもいいや、行こう。巻いて攻める気力絶対ないんで、こっからもう出すだけで勝てます。本当に絶対エリババ来る。あれはっ、はい、ドバーンっていう感じ。これザップ型の強みね。この三重視でスパーキー苦手だなと思ったらザップザップミラーおすすめ。ファイブ持ちのスパーキーだと、まあ、エリポン立てながら、まあ、ゴルナイを使ってやっていけばいいかな。ちょっと今のはちょっと違ったな。もうちょっと華麗な勝利を見せたかったけど。さあ、ヒースピ流して。ザップ打ってこうか、とりあえず。はっ、エリポン置いて、ゴレー。どうしよっかな。これ結構悩みのとこだね。
とりあえずエリババを出す。で、まあ、右がエリババかな。そう、めっちゃ痛いんだけど、エリポンさえ叩ければ、大丈夫。OK。エリポンさえあればマジで大丈夫。交換も視野に入れて、あー、なるほど、相手もエリポンか。じゃあこっちもエリポンもう一個立ててかな。オッケー。そのロリボー美味しい。それ裂いてくれるのマジで美味しいな。大体多分エリポン三重子だ、エリポンじゃねえよ、エリポンこれだとこれが結構死んだはず。で守ってあげて両方いけますねこれね。ザップ飛ばしてあげて、エリババ出してきた。そしたら今度エリババこっち、あー、もう一回エリババ行きたいんだけど、ここエリポンで OK。今の一発痛い。さあ、そしたらキングがやっぱ突っ込みたいから、こんな感じで立ち回ってあげつつ、ここでこうします。結構ね、このミラー三重子が強くて守れるんですよ。OKOKOK、完璧。で、もう一回エリポンでもいいけど、突撃しよう、これ。マジで16の三重子めっちゃ強いから、おすすめ。これで相手も合わせるとはないからね、こんな感じでエリババ使ってきたのを、こっちは、回収。で、こんな感じでつけて、はい、よいしょ、ザップでバゴーンとぶっ込んで GG ですね。 OK、 気持ちいい。まあまあ、ゴール相手はこんな感じですよね。まあそこミラー三重子じゃなくてエリババ2個出したら守れなかった時の結構仕草があるんで、許容からのミラー三子が俺は使った時は一番やりやすかった。ただちょっと、その前結構エリババで揺さぶったんだけどうまく守られちゃったね。ということで次行きましょう。ちょ、エリポン5個立たんな。じゃあマジで本当にエリポン5個立つ試合があるの。パンケーキ、パンケーキ、よろしくお願いします。で、このデッキベビドラのスケラとかマジで勝てん。本当に空30しかないから。ラバは結構勝てるイメージがある。ザップ打ちます。あー、まあゴーストか。エリポンください。おー、スケラだったらマジで渋いな。まあ、一応ワンのチャンはあるんだけど、いやー、ちょ待って、結構渋くない？あー、それはこうだ。さあ、蘇生した矢の飴。ああ、なるほどね。
これはエリババでいけます。うん、なるほど。溜まってきたらザップってワンポスキで受けられるけどって感じだね。いやー、エリババ2発いっちゃえ。ワンパツ？ワンパツ。ワンパツですね。どうしようかな。エリポンとりあえず置いて、ヤノアメってことは5なんかな？置いて、スケキンってことは違うな。スケラ打ってボスキ、1、2。2枚。とりあえずゴルナイ出します。3枚。これマジ。勘弁してほしい。スケキンの竹取りね。そしたら、相手がイリクサー使ってきたタイミングで、こうします。三種で守って、一応これでね、京介は守れるから、OK、こっからだね、ここ絶対突撃。ザップで飛ばしてあげてヒースピ回復ぶっこみって感じで、はい、今の良かったね。うん、今のいい感じだった。相手がこっちの三重心何もできないっていうのと、まあなんか何回もリズム崩した感じ、結構うまく見えるっしょこの三重心デッキ。そう、結構うまく見えるデッキなんです、ね、上手い人は上手いですよ、はい。いやー、これ楽しいんだよね。前シーズンこれ使って結構ウキウキしてた。さあ続いていきましょうか。エリポン5個たたんな。はい、ポイズン。これは結構5個立ちそうな顔してきて、ポンポいて、ディガー絶対受けるわ。なんだそれ、こうか、キング起動、それ美味しいな。え、相手なんかデッキ的にさあ、でもティガっぽいか。取れない。あー、これリババでこっち見ないといけないやつだ。もうエリクサーがすんごいよこれ。コウモリザップってジジイだ。ピョン、いけ回復。ジジイのかぶりがしてる。これはエリポンを5個立てないといけねえなこの試合は。はい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 、キョスケからのドリルか。うん、トリトンとかも来そうだな。これは一旦、はいはいはい、俺のエギポン返してほしいな。三重子出してあげて、ポイズンそっちか。どうしようかな。エリポン立てて、
構厄介だな。これ三重視で防衛して、はいはいはい、このエリババはどうせ役に立たないんで、エリポンだ、ここで強気の入るぞ。でザップ、これがガチで強いんよ。あ、やばい。まあでも大丈夫。さあここら辺から行きましょうか。もう絶対行かなきゃいけないこれ。ゴースト、なんか結構いい感じに守られてんな。はいはいはい、ちょ待てよ、チャンスをください俺に。ザップせよ。あれ結構守られてるんだマジで。あれ大丈夫大丈夫大丈夫、汗かかすんな俺に。あんまたわけほんまに。うわエリポンエリポン5個とかじゃないわ。エリポンに取りつかれるとこんな試合になっちゃうわ。ただただまあ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 、今みたいな感じで行政振ればまあ勝てるんですけど、はい、結構いいデッキで、相手のデッキもなんかすごかったな。今のちょっとね無駄にポンプ立てすぎたな。結構最初もう崩してってよかったね。ガン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 防衛をおろそかにしてしまった。いや枯渇な、結構負けるんだよなこれ。ほう、ゴルナイで危な、3点分けてくれて助かったマジで。やめてよーもうそれ。エリポン行くぞ。はい、ロケット、はい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 。いやこれでミラーポンポいたらさ、何が起きる。プリンス切った、プリンセス怪しい感じするけど、置くしかねえ。アウトローはゴーストで処理できるし、結構熱いんじゃないか、このミラーポンプ。いいね。さあ、ウッド結構美味しいぞ、それ。しかも、ロケット使ったんで、これができると。あれ、まあ結構ザップ使って突破しつつ、いいね、いいダメージ、いいダメージ、めっちゃいいダメージ。これゴースト出しましょう。もうでロケット打たせずに、あーここは予測できたな今のウッドは。あら、もったいない攻め。ミラーポンプ。OK。これが強い、マジで。即ポンプ。で、まあ、また縦線とかでかわしてきそうだから。ほう。
もう突撃されても OK っていう構えか。ミガザップ、怪しいな、なんかね。このまま押し切られて負けそうな顔してんな俺な。マイプリ警戒マン。絶対おかしいなこれな。まあ、三死で守るじゃん。いやー、ウッドで守られるんだよなこれな。いいババ、はい、頼む。なんか入って、なんか入ってよねー。お、あるな。あるぞ。ねえな、絶対勝てたなこれな。もう感じあの序盤のダメージ、勝てたけどなんでこうなっちまったんって感じ。どんまいですね。いや、枯渇相手なぁ、むず。エリポン溜めまくると、相手ぶっ破されるし、ウッドだとね、めっちゃ相性いいんだけど、今のダメだなぁ。悔しいなぁ。勝てそうだっただけに。まあでも、序盤はあんな感じで、ただ途中なんか、エリポン立てればいいのに、変に陸受けねえだろって、ゴースト、エリババとかやって、エリクスを渡したのが敗因ですね。あそこでミスなきゃんのがむずいよね。謎のダッシュもつけてきます。三重子出してそのザップ分かってた。さあここでラバが来たら右側三重子出してこっちめます。もうなるほど。いやーこれ右側三重子出してえな。出したい、待ってから出しちゃう。ラバを待ってから。いやもう違うやん、ラバやないやん。インドラとこう、もったいないね。ただエリポン結構立ちそう今回の相手は。オッケー、ボルネ出してあげて、ゴースト出す。でエリババで、はい、守って。ボルネ出す。いけ、ゴルナイ。おー、そこで止まる。まずいってそれ。ちょっといい感じにこれでポイズンね。理解。これはもう10コスバモスで分からせるしかない。こっからもとっちめます。オッケー。
いやー逆だったな。 OK でも入る。はいはいはい。 OK34オッケーオッケーオッケー。いけるいけるいける。ダッシュスケブーザーオッケージジ。よし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 。ラスト行こう。ラストいって終わりましょう。いいね三重四。やっぱ楽しい。俺結構使った時エリポン5個ぐらい立ってたんだけど、多分無駄だなエリポン5個は。上手い人は3個とかで試合つけてそう。行きましょう。ヒースピーゴルナイエレスピディガーはなんかあれの香りがすんな。呪文削り、ぽいですね。エリポン立てたい。すぐ置いちゃう。すぐ置いちゃうもん。あーゴルナイ欲しい。ここゴルナイで受けてエリポンでチーンって感じだったね。まあこれはこれで受けた方がいいですね。この相手相性どうなんだろう。デリバリーあるしロケットあるしな。エゲスピエってレベル13だったか。いやーミラーエリババちょっとチャンスではあるんだけど、ロケットボーイがあるんだよな。これで一応エリポンミラーのサイクルができた。はい、オッケー。ただなここミラーボンプ立てたら多分ダクプリディガが来る気がしたんで今30しかできます。ゴーストエリババエリポン来てな。今ディガー切ったしいけそう。オッケー、これだね。さあこっからエリポンを死守して、はっ、はいはいはい、エリポンマジンになるしかない。オッケーエリポンめっちゃ置けた。セパレしましょう。そしたらセパレしましょう。ロケットか。そしたらエリババ
ザップ、これ多分相手相当嫌なんだと思う。オッケーオッケーオッケー、いいね。今のめっちゃ綺麗じゃない。三重子出しても多分デリバリーとかに処されるしっていう判断でエリババ攻めでやってみました。エリババのセパレセパレですね。なんか使えるって聞いたんでやってみました。ちゅうことで、三重子使ってきました。結構強いと思います。はい、結構強いし楽しいんで、まあエリポン立てすぎには注意して使ってみてください。ということで、また次回でお会いしましょう。お疲れ様、バイバイ、またね。